皆さん、こんにちは。今日もフィッシャーの練習対局をしたいと思うんですけど、今日は指定局面ではい、やりたいと思います。私たちの時代にね、よくやっていた、まあ、四間飛車対急戦の将棋だったんですけど、はい、まあ、実はどっちが先手が勝ちだったか後手が勝ちだったかちょっと思い出せなくてですねもう20年以上ぐらい前だからそうなんですよ。で、なんかその当時もなんかどっちが勝ちとかで揉めたことがあったような、まあ難しい変化ってことですね。そうですね、かなり難しい変化だったので、やってみたいと思います。四間飛車の王道の変化ってことですね。そうですね、ぜひ皆さんにも押さえていただきたい変化ですね。じゃあ、はい、じゃあいきます。7六歩3四歩で振り飛車が先手ってことね。あ、じゃあ居飛車が先手ですね、すみません。あ、そっちね。で4四歩2五歩3三角、はい、4八銀、はい、5五歩で、じゃあとりあえず9四歩やつとか普通ですね、はい、はい、玉とか、はい、玉ね、で、金を上がって。金を上がって。はい。で銀ですか。なるほどね。はい。まあ今、エルモとか流行ってるけど、エルモが出てくる前はこれだったもんね。そうですね。ほぼこれでしたもんね。子供の頃も何百曲とやったな、これ。まあ基本的にこれが結構ベースになることが多いんで。確かにエルモもこれベースになってますもんね。で、まあ、飛車を寄って。あ、飛車寄る。はい。ちょっと早いかな。で、続いて。で、5筋突く。5筋突いて。回線を歩の突き捨てから、はい、あ、ね、はい、でここで突くっていう定石ですね。はい、まあ、いろいろ手あって、でもまあ金とか上がるのもあるけど、取って銀とかが嫌なのかな。ああ、そうですね、なんか銀ぶつけとか、なんか変化もありましたね。垂らすとかもなんかいろいろあった気がするけど、まあ突きが一番激しいですかね。はい、どうしよう、うん、もう逃げてるわけにもいかないから取ると、うん、なんか小さい時これを見て感動したことがあったんですけど、次の手を見て、まあ普通取る、普通は取るんですけど、ね、まあ、取ると、まあ、ちょっとやってみますか。取ると、はい、取ってで取って、そうね、これでだいぶ前に出て2四の歩の突き捨てが生きてくるってやつでね。確かに、まあ金とか上がって追えそうだけど寄れるっていうのが、いや今見ても深い定石ですね。これ突き捨て入ってなかったら逆にこっちが優勢かもしれない、ね、そうですね、突き捨ては入ってないと引くしかないから、なんか飛車を引いて角を打つっていう定石でしたっけ。6六角って、うん、これが緊張かな。まあ確かに攻防になってますもんね、うんうん、だからなので、あ、ここでね、これ知らないとでも指せないよね。確かにこの次の手は名手ですよね。誰が一番最初に出したんですか、これ。確かに誰なんでしょう。もうでも昭和の人でしょう。これでも指してしめちゃめちゃ強くないですか、うん、確かにもう取る一手だと思っちゃうもんね。うん、普通角取っちゃうところで、こうですか、この歩を打つっていうのは、うん、なんか3個歩があればね、まだ分かるけど、2個でも打っちゃうと、これ同飛車と取るのが普通ですが、同飛車と取るのが普通ですが、銀は上がるんですね。そうね、ここでこれがいいってやる、ね、逃げながら飛車に当たって逃げて、また銀取りなんだけど、こう取った手が銀に紐付けながら馬を取れると。で取って、うん、でまあこっちと取れるかな。この時が次の5五角とか、まあ、かなり厳しいので、まあ、普通ね、飛車の方が大きそうに見えるんですけど、ちょっとこちらが自信がない将棋なのかなという認識ですけど、はい、合ってますか。そう思います、うん、ということで、そちらも歩に取ってばかりはいられないということですね。そうですね、はい、で、ここでこれは銀を取るとね、が定石で、はい、で、まあ、ありがたく飛車をいただいて、で、同金。
これ駒の損得ないわけですもんね。そうですね。同金か。これぐらいまでが定石ですかね。なんかこのぐらいまでがなんか定石のイメージありますよね。で、ね、なんかね、先どっちが勝ちなのっていうので、ね、あのすごいお互い技がかかりやすい局面なので。どっちが優勢なんでしょうか、うん、今の目で見たらどちらが優勢なのかとか、うん、そういうのもやってみたいなと思ってるんですけど、うん、先生はあれですか、振り飛車の方がいいですか、それとも居飛車を持ってみたいですか。いやーこれどっちなんでしょう。いやお互い結構こっちも飛車を打たれるとそれだけでも取っていいみたいな筋があるから一気に持ってから、それそっちも船囲い薄いですね。飛車打ってなんかこれ、うんうん、ちょっと考えてみます。確かに。じゃあちょっと5分ぐらい考えてみますか。長いね。長いね。3分ぐらいね。なんとなくで。じゃあなんとなくちょっと、うん、持ちたい方を持てるってことね。そうですね、はい、まあ、約互角ぐらいというイメージですけどね。そうですね、はい。あとでじゃああれですか、ソフトの評価値も入れておいてもらえますか。あ、わかりました、うん、これ評価値入れて、私我々まだ 見てないけど評価値どんくらいかちょっと予想して、あ、任せてください。正解は評価で確認します。私もなんだろうね。どうなんだろうね。なんかイメージはなんか叩きか、あ、単飛車かね、単飛車かっていうイメージですよね、うん、でなんか銀を狙うようなイメージさすのかなという、うん、いやこれどっちがいいんだろう。でこちらはなんかそっちの飛車がかなり厳しい手で、うこう取って銀打つ形とかを狙ったりする将棋なのかなという認識なんですけど、振り飛車の手番、次の一手は結構でも大きな分岐ですね。この次の手ね、めちゃめちゃ大事ですよね。約互角なんでしょうね、評価値もね。そうでしょうね。いや、そんな気がする。ね、結構離れてるのかな。でも手番も大きそうな気がしますね。なんか、飛車を持ってみたい気持ちも。あるかな。でも結構やっぱり昔の定石偉大なんだよね、やっぱり。そうですよね、結構基本が詰まってるし。結構先生の定石はかなり勉強されました、ね。いやこういう将棋本当によくやってましたよ。居飛車持ってね、私。ああ、まあ振り飛車も持ってたけど、どっちも持ってやったかな。いろんな急戦の形があってね、これがまあ一番爽やかだけど。いやじゃあどうしましょうか。もう私は決めました。どっち持つかは。重なった場合はじゃあじゃんけんしましょう。わかりました。じゃあ私も決めました。じゃあ、はい、いきますか。せーの、振り飛車。ああ、振り飛車なんだ。ああ、そう。ちょっと先手がでかい気が、ここの手番が大きい。次の手も決まってるのかな。自力かなと思うんですけど。じゃあ。でも私、でも実は言って、居飛車でもいいなと思ってたんですよ。いや、それ、それ。いやいや、本当に、いや、これで、居飛車でもいいなと思ってて。どうしてもいいの？はい。いや、結構居飛車でも実は自信があるなと思って、両方持って俺が強いから自信が、そうそうそう、強い方が勝つみたいな、強い方が勝つかということで、ね、うん、じゃあちょっと居飛車を持ってもいいですか。わかりました、はい、じゃあこのままこの席のままちょっとやってみますか。はい、フィッシャーでね、フィッシャーでやりましょう。じゃあ次の手私はもう決めてますけど、指した後じゃあ羽生さんがやろうとしてた次の手も一手だけ教えてください。僕が指した瞬間に。わかりました。振り飛車の次の手ね。振り飛車の次の手、はい、僕はもう決めてますけど、はい、じゃあお願いします。お願いします。違いました。違った。何だった。いや私叩きだったですね。そう、やっぱ不切れが大きいと見てるわけですね。叩きか、まあ叩きかどっちかだよね。いやこれはでもなんか少し違うんだろうな。
時だったかな。定石でこれ見てよしって仮にね書かれてたとしてもそこからがね難しかったりもするし、まあ、これだけまあいい勝負ぐらいの変化だとより分かんない人多いだろうからね、こう我々の指し方によっては参考にしていただけるんではないでしょうか。そうなんですよね、いやこれ取りたいな、でもなんか取るよ、いや歩なのかな、これちょっと分かんないですね。参考にしてもらえるとね、嬉しいですね。いや、でも、ちょっと待ってよ。困ったな。今もうちょっと分岐が2つぐらいありましたもんね。2つか3つぐらいあるのか。いや、なんかでもちょっと失敗したような気がするな、早く。飛車が効いちゃってるなぁ。そっか、うん、まあ、しょうがないですかね、どうしよう。
いやでも変わったね。いやーでも今ちょっと切り込むのを考えてたんだけど、もういや切り込み怖かったです。切り込んでくるかなと思ってたけど、これはちょっとあれですか、心の弱さが出てしまったかな。しかし手堅いは手堅いからな。硬いね。そうか、ちょ、何やっとるの。ひえーえー、どうしたらいいのか。どうしたらいいのか。しかも謎の手。残り1分です硬いね、ほんとかよ。硬すぎるよ、そっち。何これ、急戦の将棋だったんだよね。棋風が。
押し負けた押し負けたよし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 到着地だけ いやまずくなってたと思うけどね。というかまあ、いやーちょっと戻しますか少しね。そうですね。いやなんか悪かったな多分な。ちょっと初手がまずまずかったかもねこっちね。ああ初手難しかったですね。叩き方がいいのかな。いやーそうか。どの辺からですかね。おいや、なんか、しゃぶってんあ、しゃぶったあたり、ね、いや最初、初手がまず歩打つかどうかがわからなかったんですけど、歩打つ方が良かったんですね、ちょっとね。なんかそう、普通に、ここに歩打ったら別に全然ダメだったかな、ひょっとして。これ銀取るイメージもあったんですけどね。銀取って銀打つっていうのはなんかイメージないですか。なるほど。なんかそれで金引いて桂取って歩打つっていう変化があった気がしたんですけど、で金を寄ってっていう変化。ちょっとそれやってみます。いやなんかそのイメージも相当強かった。で、金引いて、なんか取って歩とかっていう変化もあった気がしたんですけど、でこうやって、なんかでもその金取って、確かに記憶にはあったんですけど、これ取って、金取ってって、これどっちがいいんですか。こっち、あ、うん、どっちだろう。こっちかね、普通、こっちだけ、ちょっと、いや、この変化の記憶も相当強かったんですが、そっちも嫌だ、嫌かもね、でもね。なんか馬を動かすんですよね、これ多分。あ、馬をこう引くとか。へぇ。こう取る形を狙った局面がどっちがいいかっていう。なるほどね。これはまあ、めちゃめちゃ難しそうな。なるほど。いや、でも本譜の方が普通かなと思っちゃったけど。ああ、なんかこっちもなんかあったのかな。いや、本譜のイメージあんまりなかったんだけど、本譜をやってしまってるんだけど。そっか、いや。いやでもこれ、いや意外とこれ取られた時に何を指すか。取って角を飛車打たれて結構、それは結構なんかしぶどいかと思ったんですよね。いやでもこれ取られるのが分かんなかったです。あーやっぱ取るんですか。いやいや、どうすこれ取られるかと思ったんですけど、で銀打つね、で端歩突いとかれた時に、ああみたいな手ができればいいんだけど、角ってあんまり、いや角かと思ったけど、でも歩打たないってことは、こっち銀打っても詰めろですからね。取らないんですか。じゃあ、ああ、そうですか。で取ってくるかと思ったけど、取れないからのこう、これもちょっと考えたけど、これは次に取って取って金の形で詰まされてしまうので、はい、まあそれをどう受けるかってことですね。まあ金とかもシンプルですか。ではそれ取られちゃうね。で。歩で取ってか、いや結構わかんない。歩
いやいやいや、そうだね、これがさ正しいか、確かに。うーん、同じのやったらさすがに、さすがになんか嫌な、さすがに今日に何かついてるんで、何かが起きるんでしょうね。何かが起きるんでしょうね。何が起きるかはちょっと分かってないけど、まあ普通は何かが起きてるでしょう、ね、何が起きてるかというと、何が起きてるんですか。いやでもなんか分かんないです、これ。これも、いやなんか踏み込まれたもやだ、やだな、やだったけど、ね、いやそうか、これ勇気か、これ、いや、やっぱ急戦だから踏み込まれたのですね、なるほどね。これなんかちょっと一瞬、まあ本譜もこっちが悪いんだろうけど、なんか長引くとやっぱり振り飛車のこの身の声が意外とか硬いみたいなことが、まあ銀打ったのか、うん、いやまあ桂も悪いって、うん、悪いってかもう何手が見えなかったな。私も何を指していいか分かんなかったんですよね、これね。まあちょっと馬じゃ弱いですか。でもまあ方針としてはそういう感じになっちゃいましたね。まあじゃあ突きもちょっと。ああ、なんか突く。先に受けるとかね、歩を。あ、歩をね。もう丁寧に丁寧に全部受けていく姿勢。一応なんか角で馬がここまで来たからね。確かに。これなんか。不思議なミレニアムが発生するという新事件が起きた、うん、いやこれはもう確かに粘り込みに入られてる、まあ、ちょっと悪いんでしょうけどいい勝負っていうかなんていうか、うん、意外とねそっちが結構硬いから、うん、確かに。しかもこれ今日はこう連動して聞いてくるのは結構うるさいですね。急戦、そう、確かにこういう展開は意外とやっぱり大変だったな。そうか、なるほど、やっぱり今のは踏み込まなきゃいけないっていうのがありました。いやでも勉強になりました。結構、そうか、何回も知りませんで、そうか、指定局面からやるのも面白いですね、面白いですね、うん、結構、ぜひ、はい、また違う局面でやってみましょう、はい、ありがとうございます、すみません、ありがとうございました。